ああそうなんです、そっくりさんやってるからね。さて、田村正香賞を始めるにあたって、田村正香何それ私音楽家なんですけど20年ぐらい前にね、ラジオ局の控え室でモノマネ芸人さんと一緒になっておしゃべりしておった、お誘いを受けたわけ、ね、当時なんて坊ちゃん狩りだしね、見てくれ全然違うんですけどね、声が似てるっていうことでね、一緒にやりませんか、ね、田村正香図を隠してクエスチョン、ねね、そのこと言われて、へえそうなんだそれでね、まあいいんですけど、ちょっとだいぶ期間は置くんですけども、ここのコンサートでね、忍三郎ですみたいなことやったら、ね、そしたらね、お客様ずいぶん喜んでくれてね、ああそうか、これもう楽器を演奏してもらう拍手とはもう全然違う、あモノマネなんてちょろいなそう思って、まあそれ調子に乗ってその田村正香でやり始めて、そしたらですね、ありがたいことですよね、ここのホテルっていろんなところお客さん来てくれてるね、いろんなご縁をいただいて、東京、大阪、九州、鹿児島、あちこちのイベントに呼んでもらえるようになって、それからですねテレビにも出るようになって、いやいやいや、これはもうこれから楽しくなるな、それです、そんな矢先、3年前思い出してください、コロナになっちゃいましたコロナになったらそれこそ結婚披露宴でさえもう中止ですもんね、結婚するんです、披露宴、結婚するんですけど今度披露宴、うん、いやすいません今回、行けませんから次結婚するときに、伺いますっていう、そんな、3年間でしたけどね、まあ本当に私たちの音楽業界はね、矢沢永吉さんでさえコンサートできなかったんですよね。一方私は実は網走に暮らしてます。このホテルまでね車を走らせて7分21秒、ね、とても近いわけですね、ここのロビーコンサートだけはできたんですよ。もうそれはありがたいことでしたね、本当にね、お客様は確かに減りましたよ、コロナになる前はねインバウンド海外のお客様もいらっしゃってね、もう毎日ここも場外までうわーっとお客様いた、ね、だけどたくさんいりゃいいってもんじゃないね、居酒屋みたいにワイワイガヤガヤワイワイガヤガヤ誰も音楽なんか聞いてないそんなんだったらいない方がいい、ね、そういうわけでコロナになったらたった一人とかね、まあ、それでもいいんです。なんでそれでもいいかって言いましたら、そのお客様にチケットを買ってもらうわけじゃない、ね、CD を買ってもらうわけじゃない、実は私はね、YouTuber になろうと決めたわけですよね。 YouTube、ね、YouTube に田村正香を載せて、そこで、要するにお客様ここの機会で田村正香を覚えていただきさえすればいいわけです。お家に帰ってある日ある時4年ぐらい経って、あそういや田村正香なんか言ってましたね、なんで YouTube 見ていただければね、それがいいなと思いまして、去年の秋から、無事 YouTuber になることができました。でもねやっぱりここの現場でたまたま居合わせたお客様ね、ほとんどのお客様がね、田村正香なんだそれっていうことでおいでになったと思うんですけど、中にはね音楽をたしなむ音楽を好きなお客様がいらっしゃってね、そういうお客様に向けては生の音をお届けします。生の音をお届けするとね、そういった感性を持ったお客様におかれましてはね、とても心の栄養になります。ね、まあちょこちょここんなおしゃべり方でね、モノマネっぽいこともやりますけどもね、まあ基本的にはピアノとオカリナです。さて、8時45分ぐらいまでやりますから、小一時間ございます。そこにトイレもありますから、ごゆるりとね、くつろいで生の音をお聞きください。それではまずピアノから始めます。田村正香賞です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にね、ピアノを置いてあるホテルはあちこちありますよね。お客様もあちこち行ってらっしゃると思うんですけども、ロビーに置いてあるピアノはとてもかわいそうなんです。ほったらかしです。あれね、見てくれだけなんですよ。飾り物なんです。なんでかって言ったらね、ギターと比べるとよくわかるんですけど、ギターは毎日弾く前に弦の高さをピッチを合わせる調律をね、調律ってはまあ言わないけど、まあ、調弦をするわけですよね。ピアノだって本当は同じなんです。毎日調律をしなきゃいけない。だけど調律するには調律師っていうのを呼んでね、2万円3万円かかるわけですよね。
じゃあどうするか、ね、このロビーコンサートが、ね、1人1万円のコンサートだったらそれはそのぐらいの経費は出るけども、ロビーコンサートは無料のコンサートですね。そういう調律までは経費が回りません。で、私は考えました。自分でやってます。で、すごいですよ。この広い空間、もう理想的なんですけども、ピアノを、この2台のピアノを毎日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 調律してベストなコンディションでお届けいたします。さて、ピアノを何曲か弾いて、あとでオカリナという楽器ね、やってみたいと思います。さて、何行きましょうかね。静かな時にやっておきたい曲、バッハの G 線上のアリアを、ピアノで弾いたらこんな様子です。集まっていただきましてありがとうございます。今日はね、田村まさかを覚えていただくためのコンサートですから、8時45分ぐらいまで生の音をお届けいたします。ね、音楽をたしなむというかね、分かるお客様にとってはね、心の栄養になります。もうコロナで3年間コンサートがなかったんだよね。ね、まあそのことどうでもいいお客様もいるんだよどうでもその人はほっといて、音楽が、いいなという人だけに、お届けできたらいいと思います。あとはね、覚えてさえいただければ、田村まさかを覚えてさえいただければね、私も YouTuber になりました。ね、YouTube を通して、日々お家からで、職場からいろんなところから見て応援していただきたいなっていうことです。さて、ピアノちょっとやります。そしてオカリナという楽器に移っていきますからね。あと2曲ほどピアノをやりましょうかね。さて、よく聴く曲でショパンのノクターン9-2をお送りいたします。
ピアノね、本当にね、ショパンよく聴く曲ですよね。さて、今だからね、ちょっと弾いておきたい曲があって、ピアノで1曲やってオカリナを始めますからね、楽しみにしてくださいね。大好きな尊敬する坂本龍一さんが亡くなられてね、本当に悔しい思いなんですけどもね、すごく影響を受けました。あの方もモーツァルトなんか弾いてもすごく綺麗なんですよね、タッチが綺麗でね。まあいいんですけども、代表曲「戦場のメリークリスマス」弾いておきたいと思います。さて、私ピアノが好きでピアノから始めたんですけど、ピアノはね、もっともっと本当上手な方がたくさんいらっしゃいます。私がプ
プロになれたのはね、この楽器なんですよね、オカリナ。これね、オカリナはね、みんな知ってますよね。宗次郎さんが活躍しましたからね、この中にもオカリナをやってる人がいらっしゃると思います。大概結構いらっしゃるんですよね、流行ってる楽器、まあ、手軽な楽器です。それでね、このオカリナ、まあ、安いしね、簡単な楽器なんだけど、ところがね、この音色なんですよね。例えばふるさとなんかやっただけで涙を浮かべて聴いてくれるお客様がいたりね、このさっきの、まあ、例えばショパンやりましたけど、まあ、50年ぐらい私やってるんだけど、なかなかね、まだまだ完成しないね。まあ、オカリナで優しい、メロディーを吹いてあげた方が、一般的には、喜ばれる、そんな手応えを感じております。さあ、ただいまからはオカリナの生の音をお届けいたします。そして、ここの舞台しかちょっとできない、環境が揃いましてね、実は私、まあ、私じゃなくて、その一人でやる舞台っていうのは大概あのカラオケを使うじゃないですか。カラオケ、ね、私もカラオケを使っておったんだけど、もうカラオケやめました、ね。せっかくピアノが多少弾けますからね、このピアノを使ってね、ピアノ伴奏も自分でやっちゃおう、ね、すごいでしょ、手があと2本あったらっていう話なんですけどね、まあ、実はね、仕掛けがありましてね、自動演奏機能っていうのがついてる。あらかじめ、このピアノで伴奏を弾いてるわけですよね。その生の音だから、まあ鍵盤見ててください。鍵盤がちゃんと動いて、生の音、これ私もう一人いますんで、ね、いいでしょう、ここに座っておきます、ね。そしたらね、ここに弾いてるような雰囲気が、まあちょっと表現できるんじゃないかな。まあ、いずれにしてもね、生の音で、生のピアノで、そして生のオカリナの音でね、楽しんでください。さて、ようこそ北海道へ。やっぱりこれから始めないとね、北の国からから行ってみましょう。北の国から、 ありました。私ね、たまたまなんですよ、これ20年ぐらい前にね、森のコンサートっていうのに招かれましてね、まあ、自然の景観の中で吹くんだったらこれいいかなと思って。これ陶器ですからね、焼き物なんですよね、土なんですよね、土ね、値段も安いし、そして吹いたら音が出る、ね、簡単な楽器なんですよね、まあまあ、いわばおもちゃみたいな楽器なんですけど、それが侮れないです。この音色でね、みんなすごく喜んでいただいてるなっていう手応えを感じております。さあ、今北の国から、やらせていただきました。次はさあ、お待たせいたしました、紋別の歌です。あれ、紋別の知らないでしょ。知らないです。ところが本当はね、
大人の方はみんな知ってる歌なんです。ちょっとね、背景を説明いたしますので、身近なところでいきますとね、宇宙戦艦ヤマトの主題歌を作った作曲家宮川博さんで、恋のバカンス、恋の風雅なんかを作った宮川博さんが子供の頃紋別の奥地の鴻舞鉱山で暮らしておったわけなんですよね。さあ、その子供の頃見た情景、冬の情景ですよ。それが歌になったっていう、話なんですけどもね、想像してみてください。この紋別、北海道の内陸の冬の景色、雪と氷しかない真っ白な景色なんですけどもね、鴻舞鉱山、実は金が取れて随分にぎわった鉱山なんですけどもね、鉱物を運ぶ線路が一本通っております。それがね、宮川少年にとってはね、銀色に光って見えたわけなんですよね。さあ、大人になって、子供の頃見た冬の条件が歌になりました。銀色の道というね、ヒット曲です。昔ですけど、ダークダックスが歌って随分流行りましたよね。さあ、あれ紋別の歌だったんですよ。さあ、オカリナでやってみたいと思います。さあ、この東北海道、ようこそ、よく来ていただきました。本州の方がね、北海道に行こうかって言ったらね、まあ、大体最初はね、札幌、函館、小樽、ね、向こうの方行くんですよね。まあ、こっちに来られてるお客様、大概お話聞いて分かるんですけども、北海道旅行にもう何回来てるか分かんないぐらい来てる人、旅慣れた人が多いな、そういう感じがした、手応えがしております。さて、この知床旅場をやるにあたって、地元の人間として一言言っときたいんですけどもね、知床観光船が悲惨な事故を起こしました。約もう1年前ですよね。あそこにはね、実は4社運航しておったんですよ、ね、それであの1社だけが前からちょこちょことトラブルを起こしておった。なんでかって言ったらインチキばっかりするからですよね。それであんなひどい事故になってもう責任の取りようがございません。まあ本当にね、コロナのせいもあったり、風評被害っていうことにもなりかねない状況だったんですけどもね、他の3社は実はちゃんと昔から細々とね、ちゃんとやってますというわけでね、機会がございましたら、お客様、知床観光船乗って応援してあげてほしいな、そういう気持ちを込めましてね、知床旅場やってみたいと思います。このオカリナでまたぴったりの曲なんですよ。聴いてみてください。
さて、こういったコンサートの場で、聴いてくれてるお客様にね、元気を分けてあげられる曲見つけました。何年か前にね、朝のドラマで、取り上げられた天才作曲家、小関裕司さんっていらっしゃるんです。ね、小関裕司さんの曲の中で、これです。高原列車は行く。まあ、聴いてみてください。聴いただけで元気になりますからね。名曲でございます。伝わるような曲でしたよね。さて、最近ね、ある方面からリクエストをいただいてね、昔のその1960年、70年あたりのフォークソング、なんかやったりするとね、今こうやっておいでになってる方、お金と時間がある方、ね、現役世代じゃないですよね。現役世代の人はもう食うだけで必死だからね、まあ、来てくれた方がね、やってくれてよかったなっていう曲があります。古い曲です。真夜中のギター。どうぞ学生時代を思い出して聴いていただける方もいらっしゃるんじゃないかな。名曲ですよこれね。シンプルな曲ですけども、真夜中のギター、ちょっと待ってくださいね、はい、
ピアノでショパンやったけど、あんなにね複雑に音がいっぱいある曲なんかしなくてもね、例えばさっき言ったようなふるさとみたいな簡単な曲でもね、十分なんか、感動できる、そんな楽器なんですよね。お客様もねハーモニカぐらい吹ける人だったらこれやってみたらいいですよね。安い楽器だしね、ぜひ、まあやってる人も多いでしょうけどもね、さてねユーミンやっておきたいと思うんですよ。ユーミン、松任谷由実さんね、松任谷由実さんがねなんと70いくつなのかな、72歳なのかな、そんな若さで、文化功労賞勲章をもらったんだよね。これすごいことなんですよ。これはね国民広きにわたって文化の功労があったっていう、まあ、そういう文字通りの、勲章なんですけども、その背景が私感じるところありましてね、ジブリという映画がありますよね。ジブリが松任谷由実を採用してるわけですよ。まあまあね、何曲かあるんですけども、それがね、ジブリってすごいのは、本来松任谷由実、ユーミンは私の年代しか知らないアーティストなんね。ところがジブリが扱ったもんだからちっちゃい子供たちが知ってるね。で ちっちゃい子供たち通して若い、お父さんお母さんがね知るようになった。20代30代40代、要は国民広きにわたって、ユーミンを意識、認識するようになったという流れです。そしてもう一つ、本当に思うのはジブリが採用したユーミンの曲は松任谷由実じゃないんだよね。大人しか知らない話です。荒井由実です。荒井由実ね、古い名前です。50年ぐらい前の名前です。だってね、デビューしてすぐ結婚しちゃったからね、まあそういうわけで荒井由実の曲、じゃあね、飛行機雲、やっぱりデビュー曲ですよね、やってみたいと思います。Thank you.
たしました。ありがとうございます。もうジブリってすごいですよね。まあ、ちょっと今日は やらないけども、まあ、違う日付にはやってるんですけどね。愛は花、君はその種子、穏やかなメロディーラインでね、もう穏やかな綺麗な歌い方するんですけども、なんと歌ってるのが都はるみさん、ね、都はるみさんにオファーを出した。静かな歌を歌わすんだったらもっと他に歌手がいただろうに、ね、というのがジブリが、ね、ジブリの制作陣が都はるみさん、あなたにこういう表現をやってほしいっていう、そういうオファーを出したんでね、あれ素晴らしいなと思いましたね。本当に全く別人です。さて、ユーミンもう一曲やっておきたいんですけどもね、これはまたジブリが採用した曲の中で荒井由実なんですね。優しさに包まれたなら、ちょっとまだ覚えてないんでカンニングさせていただきますけどもね、やってみたいと思います。ただアンプにブチッと差し込んだだけのね、そういう音でピアノの伴奏も生の音でお届けいたしました。音楽をたしなむ、好むお客様におかれましてはね、心の栄養、心のお土産になったかろうかと思います。さて、残りが時間がもう少ないんですけども、ちょっと宣伝させてください。田村正和、ね、そっくりさんで、まあ、知られることが多いんですけども、音楽家です。今日は、ピアノと、オカリナをお届けいたしました。ぜひ YouTube 見てください。私も YouTuber として動き始めました。
これね、今日はやってないですけども、吉田拓郎さんが大好きでね、吉田拓郎さんのカバーなんかもやってますし、テレビで出たシーンも許されるやつはいくつか載せてます。偽物ですってやってますからね、そういうので応援していただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録なんかお願いいたします。さて、ここにアルバムがいっぱいあるでしょ。実はね、こんだけ10枚のアルバムってね、そこそこ大したもんなんです。自分で言うしかないね、まあ、知らなかったですよね、お客さんね。そういうわけで、この中のオリジナル曲を1曲か2曲か3曲かできる限り、2曲ぐらいしかできないかな、聴いてください。一つはG-Spring、優しい感じの曲です。シンプルな曲が多いんですけどもね。さて、このオカリナ、私がもうたまたま巡り合って、この仕事上もね、非常に私のプラスになって、るんですね。まあ、これも、まあ個人的な話だから、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、オカリナを始めてよかったことがすごくありましてね、このコロナの影響でコンサートがないでしょ、イベントもないでしょ。私たちその舞台人、音楽家っていうのはみんな仕事がなくて困ったんですよね。ところが私はお金に困ることなくできたのはこれオカリナをやってたから。どういうことかって言いましたらね、その本当始めた20年ぐらい前でしたかね、何の宣伝もしてないのにオカリナを教えてほしいっていう人が集まってきて、もう教室が勝手にできちゃったね。だから私はね、このコロナの間もね、月曜日から土曜日までもうその教室、各地に教室ができちゃって、通える範囲、もう一番遠いのは片道2時間まあ本当にね、そうやって各教室を回ってやってるね。まあ人気のあるお寺さんっていうのは檀家さんが多いんだよね。まあ私にとってはもうその生徒さんは檀家さんですよね。月に2回ずつ檀家さん回ってくるわけ、檀家さん回ったらお布施をいただいてくる、ありがたい。ね、まあ、そういうわけでね、こういうことで私は救われたよということでね、感謝をしてるんですけども、まあいずれにしてもこの値段も安いし、簡単な楽器ですから、お客さんもやってみたらいいよ、人生変わるかもしれない、ね、ピアノやギターや、ね、いろんな楽器ありますけども、私が使ってるオカリナ、びっくりしないでね、8000円ですよ、これ8000円。おもちゃですよ、ね、お客さんもぜひ、ね、楽器屋さん行ってみてください。7000円ぐらいから売ってます、ね、高いもので3万円ぐらいでしょうかね。いいですよね、こんなリズムな楽器でこんなに楽しめる。だってこれ吹けば音が出る、吹いたら音が出る、いいでしょ、ね、あと詳しいことはどうやって勉強するかって言ったら、もちろん教室行ってもいいですし、各地に教室がきっとあるはずです。ところがですね、今ね、田村まさか
オカリナ講座検索してみてください。私の YouTube で息の使い方、指の使い方、タンギング、そして各、例えば曲を取り上げた場合はね、ふるさと、このフレーズはこういうコツがありますよね、そんなことをYouTube で学べるようになってます。まあそれでもね、満足いかなかったら飛行機乗って私の教室においでください。一回来たら1500円。ね、そうやったらね、なんか「あうんうん」って言うんだけどね、まだ来た人いません。それはね飛行機乗ってくるほどのことはないんだけどね。まあオカリナは楽しめる楽器だからやってみたらいいよってことで、1個だけ注意しておきます。陶器です、焼き物です、焼くと縮みます、だからそのせいじゃないんだけども、音痴な楽器が結構混ざってます。それから高音が出なくて、ダメでした、くじ引きみたいな状態なんでね、今回外れました、ね、じゃあもう一回くじ引こうか、ね、そのたびにね7000円も1万円も、ね、払ってるのはちょっと嫌ですからね、お店の方に、音痴じゃないやつを選んでちょうだいねって言ってくださいね。買った後じゃ言いづらいと思うからね、まあ一つはね、あとはまた別の方法としては今もうやってみようと思われる方は、私と同じ楽器をここに白い箱に用意してます。1個8000円です。私はね、これ受講生に、使ってもらうのにね、1個8000円で、よくなる楽器、安い楽器を仕入れてきて、ね、調律してるわけです。440Hz でチューニングしてます。だからコンサート用です。よくなります。ね、そういうわけで、そうやってやると、人生が変わるかもしれませんよっていう話。まあこれ、買ってくださいっていう話と違うからね、もしこれやってみると非常にいいよっていう話です。さて、喋ってばっかりいると、もうこんな時間です。最後です。あと1曲だけ聴いてお付き合いください。最後の曲はね、夏の終わりのセレナーデです。どこ行ったかな？はい。Thank you.
ういよいよもう最後になっちゃうんでね、最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございます。毎日ね、体がいてさえいたらこの舞台をやってますからね、YouTube に1日遅れでアップしております。日によってやる曲も違ったりしますからね、いろんな日付のやつを引っ張り出して、見てくれると嬉しいな。そして、私も YouTuber です。これから伸びていくところですからね、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。今日は来てくれて本当にありがとう。田村でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。